はい、どうもこんにちは、こんばんは、テッドです。よろしくお願いいたします。それではガイアロック続きやっていこうと思います。光をね、多分もう2つどっかから探してこなきゃいけない。まあこっちで合ってるでしょう。前回ね、ヤマタノオロチ的な敵を見つけたので倒していかなきゃいけないんだけど、これサイコン欲しいのかな。なんかいたー。しかも意外と強かった。倒すのに4ターンぐらいかかった。あー、これのなんか顔出てきそう。一番下3択か。3択からの2択か。上からの下いいぞ。ぬっまた3択真ん中いいぞ。冴えてるね。これはサイクロンでいいのかな。周りのこれを草を、オッケー。間違えた。多分ここにあの穴入んなきゃいけないからだよね。俺うまくね。見事に顔をよけ、間違えた。なんか降りるとこあったから短縮。よく死なねえよな、この高さ落ちて。骨折ぐらいしそうだけど。これで4つついた。 OK。 じゃあリターンで戻って、真ん中ルートですね。よーし、変なとこ来た。は？え？あ、さっきと変わった。ちょっと、もうちょっと変わったよ。宝箱あった。ミミック。そういうこと。なるほど、グローでいけたのか。30分ぐらいずっとウロウロしてたわ。これは簡単だわ。こうやって言っていいんだったら簡単だわ。お宝箱。錆びたメイス。
おっと、ゴールにたどり着いた。酔っ払ったな、追い込むとき待ってきた。いけにえのクシナダを守るぞ。受けてみよう。手応えがない即死即死かよ。酒で酔っ払ってんだ。困ったな。ガルシアのエナジーポイントが41しかないんだよね。あ、ここ回復できるじゃん。ちょっと回復しまーす。はい、みんな満タンになったんでやっていこうと思います。ちょっとガルシアヒットポイントあれだけど7だからまあいいか。一応アイテム整理だけしていきますか。ヒールナッツはいらないんで石場で復活赤カジスか。あとはヒールドロップもガルシアはいらないんで石場。暗いかな。黄金のリングだって。あ、関係なしか。こんなもんかな。では、ヤマタノオロチではないよなこれ。ただのドラゴンだよ。ヤマタノオロチって首いくつかあるもんな。ねえねえ、あ、ただのオロチだ。なるほど、ヤマタノではないみたいちょっと宙浮いてません。あの光が何なのか分かんないけど、インパクト。あー2ターンか。え、待って、リジェネみたいなのかかってるえ、オート回復かよ。それはずるくね。何、あ、毒か。毒はちょっと厄介だな。毒直す方法がね、ピカードしか持ってないんだよね。ピカードのこれしかないんだよな。芝から直そうじゃん。ウィークとか効くかな。スリーヒープはさすがに効かねえよな一応インパクト。お、かかった、マジか食らうんだ。ピカードの何が悪いかってね、素早さみたいなのがないんで、一番最後のターンになるんだよね。だから毒どうしてもダメージ食らっちゃうの。これジャスミン死ぬんじゃねこれで30かって、残り100か。100か、まだいける。100だったらまだ生き残れるか。これで30くらって52。おっと、やばい、危ないセーフ、ギリギリセーフ。150、250回復。いや待てよ、ヒーローオーラ使えばいいから、攻撃して200回復のヒールオーラからの。しばちゃんどうしよう、インパクトする必要がなくなった。まあ守りか。ゾーン、あー毒のやつ、あ死んだやべ、ピカードも死ぬ。
普通に強くね。じゃあ回復面に行こうか。うほほ、サクサク死んでくなお前ら。今度はなんや、あ、状態異常なし。リバイブ、回復メインで戦おう。強え、普通に強えこいつ。やべえわ。オート回復せこいぞこら。プラズマ意外と強いね。これが厄介、毒が。直すのが一人ずつしか直せないからさ、ラグナロク使っていくべきなのかな。毒を気にせず戦うべきかな。気にせず戦ってもいいのかな。ヘイストーン、ギャー、どっかー。128しか食らわないんだよね。結局30回復するから90ダメージってことでしょ。ひぃ、つらつらいなこれ。これが何の状態異常なのか分かんないんで、ないのかな、状態異常かからないのかな。軽度回復、とりあえずガルシアは攻撃メインにしたいから、できればね戦闘不能にさせたくないんだよね。戦闘回不能から回復のあの復活がガルシアしか覚えてないから。うわあ、強えよ。マジで強え。シャキーン。106だもんな、ダメージが。常に回復。回復。こっちの火力がなさすぎてつらい。攻撃力がなさすぎてつらいな。これ11だった、あと6回しか使えないんだろう。でも50回復はだってヘボいもんな。いや、いらんか、いらんな、普通にこういうしよう。アイテム系も惜しみなく使っていこうかな。あの回復アイテム芝が持ってるんで。オッケー、まだいけるだろう。ギャーハやめてー。まだ毒なりすぎなんだよ本当に。よいしょよいしょ。ああ、相手のヒットポイントを知りたい。どんぐらいなんだろう。こうなるとね、困るんだよね。タイトエナジーとか使える？
かねえよな。じゃあやってみよう。さすがに効かねえよな。あ、だよね。100回グしても30食らうんだもんな。うわ、通常攻撃してくれるのはありがたい。回復。意外と強えんだよな、ジャスミンの攻撃。70食らうから。ピカドとそんな変わんないんだよ。ってことは、ピカド回復役に回せばいいのか、今度は。単体回復だけど、一応、200と100回復できるから。この場合は先読みで回復しなきゃいけないから、大変だけど。ジャスミンインパクトすればいいんじゃない？うぅ、長期戦だ。うわ、芝がやばい。今度は芝がやばい。よいしょ。うわー、これ回復間に合うかな。一応やろう。やばーい。あ、大丈夫。芝までいかない。オッケー、倒した。あー、結構やばかったよ。みんなエナジーポイント結構なくなってるからね。よっしゃー。倒したわけではないんだ。苦しそうじゃが真相もないぞ。やめて、ぬみずがないだ。お前いつの間に復活したんだよ。今楽にしてやるからな。何したの？こいつ何したの？ちょっと待って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 。お前何したんだよ。聴覚系じゃんかよ。なんか出てきた。地の力。あ、イマジンの時みたいな感じが、これいろいろ体内に注入。イエー。何サンド。え、これどういう状態なの、これえ。サンドってのがこういう砂のところで、イエー、出てきます。ここなんかありそうだよ。あれ、なんもなしか。あったあった、ゲームチケット。イエーイエーイ、ザマーオロチザマー。よっしゃ、クリアー。じゃあ戻りましょう。あ、リターンこうできないんだ。はい、ちょっとエナジーポイントまた回復しました。で、そしたら街に戻りますか。リターン。あ、倒れてる。俺が来てるダネキン伝えてくれ。了解。いやいや、倒したのあんたですもん、だって。え、俺倒してないっすよ。俺弱らせただけっすよ。とどめはあなたが。エスタホイサ。なんかしてるけど。俺もこの辺踊った方がいい。タッタ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 タン。まあ、おそらくここでしょう。
オルジンを竹になった新たな戦士でした。すだてなんかその戦士可能性は十分に。スサ、スサって名前なの。今大事な話です。すぐ立ち上げなさい。ハロー。何のために。エナジーとは何です。そうだよね。そうそうだ。おー、使えるじゃないっすか。クシナのスサ持ってる。おお。使えると思う。いろんな力があるらしいぜ。帰ってきた。スサが帰ってきた。スサが。フラフラのスサが帰ってきた。あ、普通に歩いてるじゃん。こいつらのおかげだ。ダメだよ、ガルシア喋れないから。おお、元素がわからんか。バカにしてんな。完全にバカにしてんやん。スクレーター。ガイアロクとは何です。さあ、やっぱりイエス。甘くもの釣る。甘くもの釣り、それくれよ。強そうじゃん。いいよいいよ。スサだって俺倒してないもんだって。またいつかぜひ出雲に遊びにいらしてください。待ってくれガラシア、どうした。武器くれよ。え、くれんの。マスカ、オルチが眠ると奴の胴体は川に、そ
して尻尾の部分に重くん爪があった。はい、というわけですね、ちょっと長くなっちゃったかもしれませんが、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひ評価コメントよろしくお願いいたします。もし動画を気に入ってくれた方は右上の画像からチャンネル登録をよろしくお願いいたします。この動画の続きが見たい人は画面右下の再生リストから見ることができます。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。